クローカードの気配や。え？間違いない。この校舎からや。でも。でも、何？いるんは間違いないんやが、えらい気配が弱いんや。とにかくさくら、カードキャプターの出番や。今晩改めて学校へ出動や。ともよちゃん、恥ずかしいよ。特別なことをするときには、特別な服を着るものですわ。そうやそうや、似合っとるで、さくら。では参りましょう、さくらちゃん、ケロちゃん。おーう。はう。怖いよ。大丈夫大丈夫、ワイがついとる。大丈夫じゃないよ。あるはずや。教室の中は暗い上に机で道が塞がれとるけど、中には押せば動かせる机がありそうや。さくらがシャドウに捕まる前に何とかしてスイッチを入れるんや。道を塞いどる机を押すには、机にくっついて方向キーを押すんや。押しっぱなしにすると机を押し続けることができるで。頑張れ、ともよ。よいしょ。
私がクローカードを集めていることが、ともよちゃんに知られてしまいました。はう、誰にも知られたくなかったのに。ケロちゃんまで学校に来ちゃうし。ともよちゃんはカードを集めるのを手伝ってくれると言っているのですが、なぜかともよちゃんお手製のお洋服を着て、クローカードを探すことになってしまいました。は、恥ずかしいです。でも、今回はともよちゃんのおかげで、カードを捕まえることができました。今日捕まえたカードは、シャドウです。ドキドキ初デート。今日はユキトさんとデートなんだ。嬉しいよ、ユキトさん。さくらちゃん。おはよう、さくらちゃん。おはようございます、ユキトさん。ごめんね、びっくりさせちゃったかな。いえ、そんな。お待ちどうさま。じゃあ行こうか。はい。私、水族館大好きなんです。本当？よかった。ここティールームもすっごく美味しいんだよ。あ、そうなんですか？楽しみです。今月のおすすめは、マンボウとペンギンと回遊魚だって。うわ、一緒に見ようね。はい。大きい水槽。本当だね。この建物の下から上までつながってるみたいだよ。いろいろなお魚が入ってますね。回遊魚？回遊魚っていうのは、季節によっていろいろな海に旅をしていく魚のことだよ。いろんな国に行くんですね。そうだね。本当だね。小さい魚だね。本当ですね。かわいいな。ちゃん、ペンギン好きなの？はい、ペンギンさん。さくらちゃん、これ見て。うわー、きれい。本当だね。
だか可愛いですね。そうだね。なんだか可愛いです。そうだね。本当にペンギンさん好きなんだね。魚だね。本当ですね。かわいいな。きれい。本当だね。魚だよ。マンボウですか？なんだか可愛いですね。変わった形してるよね。さくらちゃん、そろそろお腹空いてきちゃったね。はい。じゃあティールームへ行ってみようか。はい。本当に美味しいからね。楽しみにしてね。つながんのか、興味の子供らは。
だかほのぼのですわね。いらっしゃいませ。あれ、お兄ちゃん。お疲れ様、トーヤ。よ。バイト、ペンギンさんとかじゃなかったっけ？変わっちゃったの？いろいろあってな。今度はかき氷作らされてんだ。よかったね。餌用の大きい冷蔵庫に入らなくてよくなって。同じようなもんさ。でっかい氷、取りに行かなきゃならないからな。美味しいんだよ、ここの氷ミルク。うわぁ。じゃあ、ウェイターさん、それを二つください。はいはい。ユキは大盛りじゃなくていいのか？あ、大盛りやるの？同伴のデートかいな。え？あ。サクラちゃん。ユキ！元気か、さくら。うん、ありがとう、ケロちゃん。これもしかして。ああ、フローカードの気配や。それもえらい強い。水のカード？間違いない。ウォーティーのカードや。こいつはちょっと手強いで。水、火、風、すべての元になるこの四大元素はクローカードの中でもえらい強い力を持っとるんや。でも私にはウィンディがいるよ。ウィンディだって四大なんでしょ。あかんあかん、ウィンディは性格が優しすぎる。攻撃的な性格のウォーティーにはウィンディでは歯が立たんばい。じゃあどうすればいいの？ウォーティーは形を変えられるしな。今さくらの持っとるカードじゃどうやっても。そんな、ウォーティーはここにいるんだよ。それなのに。せやけどな。あれ、え、そういえば二人ともどうしてここにいるの？あさくらちゃん。はい、ユキトさんこそ。ごめんね、水を外に流してたから。いえ、そんな。せっかくのかき氷が台無しになっちゃったね。いえ、かき氷、かき氷？水は、そうだ。ユキトさん、ありがとうございます。ああ。ほんまに大丈夫なんか？大丈夫。それよりケロちゃん、ここでいいの？間違いない。ここが一番魔力が強い。オルデイ。よーし。パーティー、かかってきなさい。よっしゃ、さくら、
リーはとことんさくらを狙ってくる。それを逆に利用するんや。冷凍庫の前で奴を引きつけて、ひらりと避ける。そしたらあいつはすごいスピードで突っ込んでくるから、そのまま冷凍庫に入ってまうはずや。ファイトや、さくら！ここにはティールームがあってかき氷が美味しいんですって。でも突然水族館のガラスが割れて水が水族館の中に流れてきてしまいました。すっごく怖かったです。ガラスが割れたのはクローカードウォーティーの仕業みたいです。なぜか水族館にいたケロちゃんたちと相談して夜もう一度水族館に来てウォーティーを捕まえることになりました。ユキトさんが教えてくれたヒントでなんとかウォーティーをカードに戻せたし、ユキトさん、はにゃーん。